こちらが最後にご紹介するスカートになります。こちらもめちゃくちゃ可愛いスカートとなっておりますので、じっくりご紹介していきたいと思います。はい、めっちゃ可愛いんですよねこれ。はい、ではタグ出てない、タグ、あ、そっち、あ、USA のタグですね。はい、ではいきます。サマーツイードセミフレアスカート、品番が M の3270です。お色が、私が履いているのがこちらがライトベージュとなります。そして手に持っているのがブルー、そしてオリーブカーキの3色展開となっております。値段いきます。じゃじゃん、2860円。イエーイ。はい、こちらが、4月の19日月曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格となっております。はい、ではポイントを説明していきたいなと思います。はい、こちらはですね、もう本当に商品名通りとてもサマーツイードが高見えする、あ、ごめんなさい飛んじゃった、ごめんなさい、高見えする素材となっております。ツイードってね、結構冬に履くこととか多いと思うんですよ。私も結構スカートのツイードはやっぱり冬に履くことが多いんですけど、これはサマーツイードでめちゃくちゃ履き心地いいです。で、サマーツイードということで、ちょっとね、生地は薄めです。薄めなんですが、しっかりこう編まれている感じっていうのがすごい可愛いポイントで、オリーブとかでも白のね、このデザインが入っております。で、アイボリーの方も白のデザインが入っております。そしてこっちのブルーの方も白のデザインが入っております。なので1着こう持っていると本当に綺麗めにも着ることがもちろんできますし、あの T シャツとか青としてもらってもカジュアルにも着れるんじゃないかなと思います。はい、でこれはね、ポケットとかはついてないんですけど、ちゃんと着脱の時ここに、あ、またちょっと飛んじゃった、ごめんなさい、ここがね、チャックがついてます。なので、あの、脱ぎ着するときはこのチャックから脱いでいただければなと思います。そして形がめちゃくちゃ綺麗で、前から見たらここね、ゴム入ってないんですけど、バックゴムです。はい、そんなにね、めちゃくちゃ伸びるってほどではないですけど、バックゴムが入ってるのでウエスト周りとか、こうしゃがんだときとか全然苦しくないです。こういう A ラインとかのスカートってゴムが入ってなかったりするので、こうグッてお腹が苦しかったり、あの、この平ゴムとかないと、なんかちょっと、なんて言うんだろう、座った時とかね、くしゃってなるんですね。私、お腹ポコとかもね、目立ったりするんですけど、これはちゃんとゴムが入っておりますので、そこは安心していただければなと思います。はい。で、裏地も表も全部ポリエステル 100% です。で、お洗濯もしていただけます。イエーイ。お洗濯していただけるのはやっぱり嬉しいですよね。はい、スカートのツイードでお洗濯していただけるっていうのはとっても嬉しいポイントなんじゃないかなと思います。以上です。はい、うん、ちょっと下行きますね。あ、ギリギリやった、間に合った、ありがとうございます、嬉しいです。うん、上はさっきの、そうです、そうです、さっきのです。はい、ブラック合わせてます、上にさっきの。うん、シフォントップスに埋葬、あー、めっちゃ可愛いと思います。うん、グーちゃんの白は何、グーちゃんのは何色推しですか？私はオリーブかなと思ってます。オリーブめっちゃ可愛かったんです。うん、はい、さすがにスニーカー無理かな。スニーカー合わせるならトップスは結構ダボっとしたものがいいと思いますね。あ、でも逆に綺麗めに着こなして、最近厚底のスニーカーとか綺麗めに履いていただいてる方も結構いらっしゃるので、全然厚底履いてもらっても可愛いと思います。うん、うーんと、このトップスはね、さっきご紹介した C の5328です。はい、日曜日の10時発売です。はい、スリットは深いですか？スリットはですね、スリットはね、私は膝上ですね。スリット膝上にあります、スリットが。でもスリットがあることで結構足さばきしやすいです。はい、うん、オリーブ着てほしい、 OK です。じゃあオリーブ着てきますね。あ、その前にブルー近くで見たいですといただいてるので、ちょっとブルー近くでお見せしようかなと思います。こんな感じです、ブルー。あのね、ちょっと光の加減とかでね、色味がちょっと変わってるかもしれないんですが、結構明るいブルー、明るい、なんて言ったらいいんだろう、
ちょっと深みもあるけど、ちょっと明るめのブルーな気がします。商品ページの画像を見ていただければ一番近しいブルーだと思うので、こちら見ていただければと思いますが、こんな感じです。はい、ではアイボリーじゃないや、ウィーブ着てこようかなと思いますので、少々お待ちください。ほひょい、はい、あ、みーちゃん着が見れますか？見れます、後でお見せしますね。みーちゃんもめっちゃ似合ってました。うん、あ、ブルーはグレーっぽくも見えるね。あのね、あ、グレーにしてはちょっと濃いグレーに見えるかもしれないですけど、結構ブルーですけどね。うん、よいしょ。お値段ですね、ちょっと待ってください。お値段が2860円です。はい、2860円。うん、よいしょ。みーちゃんもね、このね、丈感は全然切れてましたよ。引きずることは全くなかったです。はい、よいしょ。ウィーブめっちゃ可愛いですね。よいしょ。でも夏にこのツイードって本当に珍しいですよね。なんかツイードイコール冬っていうイメージが私もあるんですけど、夏のツイードは本当にめちゃくちゃ着てたら可愛いんじゃないかな。私おしゃれさんだなって思いますね。あ、落ちてきた。よいしょ。お待たせしました、オリーブです。めっちゃ可愛い。ホワイトとの相性がめっちゃ抜群で、ちょっと新作コーデしようかなと思ってシャツ持ってきました。あ、可愛いですね。うん、やっぱりこのシャツは綺麗めにもカジュアルにもやっぱり合わせやすいですね。こんな感じです。はい、ちょっと手とか折っても可愛いですね。うん、よいしょ、よいしょ。みーちゃん、あ、みーちゃん最近のライブでちょっとだけ履いてたと思います。あ、そうなんですね。ちょっとみーちゃんの着用動画をお見せしようかなと思います。うん、よいしょ。みーちゃんもね、引きずることのない丈感で、まだねそんなに余裕があったので、低身長さんも全然着ていただける丈感な気がしますけどね。ちょっと待ってくださいね。あれ、あれ、あ、待ってください。あれ、あれ、ちょっと待ってください。みーちゃんを見失ってしまった。え、あった。はい、こちらが152センチのスタッフの着用動画です。足首見えてるぐらいの丈感なので、全然低身長さんも気にせずに着ていただけるんじゃないかなと思います。うん、こんな感じです。大丈夫そうですか？はい、こんな感じでした。うん、今日グーちゃんにたくさんコメント拾ってくれるかな、何かいいことありそうなか、嬉しいです。ありがとうございます。嬉しいです。うん、どの身長さんにもいい丈感ですよね。そうですね、高身長さんの方の着用動画はちょっと今ないんですが、高身長さんでもこの足がね、細いところが見えるぐらいの丈感だと思うので、この身長の方でも着やすいスカートなんじゃないかなと思います。うん、あ、スニーカー合わせどんな感じか見たいです。 OK で、ちょっとスニーカーに履き替えますね。どうしよう、このままで大丈夫ですか？ちょっと私はここにいるので、すいません。よいしょ、スニーカー合わせるとこんな感じです。
スニーカー合わせるとこんな感じで、スニーカー合わせるならちょっとタンクトップとかの方がかっこいいかっこいい気がする。こんな感じ、なんかマイマイがしてそうな格好ですね。はい、スニーカー合わせたらこんな感じです。はい、スニーカー合わせもめちゃくちゃ可愛いですね。やっぱこの厚底スニーカーって本当に万能ですね。はい、スニーカーに合わせるなら何色が最適かな。あ、スニーカーに合わせるなら、悩むんですがライトベージュかな。ライトベージュは本当にカジュアルにも着こなしていただけると思うので、うん。ぐーちゃん、シアシャツたくさん出てますが何か買いましたか。私はね、買いましたよ。ちょっと待ってくださいね。この品番が何だろう。C の4341、C の4341のミント持ってあります。はい、うん。でも今回もね、これちょっとお値段も安いので買おうかなと思ってます。はい、欲しいですね。でもブラックもね、めっちゃ可愛いと思うんですよね。ちょっと悩んでます。ラベンダーかピンクベージュかブラックって感じですかね。うん、コラボパンツちらっと履いてましたよ。そうです、先ほどコラボパンツの M サイズ履きました。うん、ちょっとウエストが大きかったなって感じです。うん、今から見ます。スカート 150cm でも大丈夫そうですか。 150cm でも大丈夫そうです。先ほど152cm のスタッフの着用動画をお見せしたのですが、スケ感じゃないや丈感全然大丈夫だったので着ていただけるんじゃないかなと思います。うん、じゃあこんな感じで大丈夫そうですかね。あ、ブラックのシア、じゃあおしゃべりコーナーでちょっと着ようかなと思います。では、じゃあ、